園田競馬レース展望です。この時間は9月16日金曜日の展望を行ってまいります。その金ナイターの展望ということになります。解説は大阪スポーツ瀬戸春人さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。木曜日は西日本ダービーでね、盛り上がりましたけれども、やはりダービー馬強いなという石川ダービー馬ー、スーパーバンタム、なんかこうひょっとしたらぶっちぎるんじゃないかなという気もしてましたけどね、うん、違うまた強さをね、そうでしたね、まあ、見せてくれたというか、まあ、やっぱりあの、ね、まあ、実績は素晴らしいんですけど、まあ、そうは言っても牝馬ですしね、うん、まあ、初めてこう、北陸を出ての競馬なんで ね、やっぱり陣営もその辺やっぱり輸送を考慮してね、まあ、攻め馬ちょっとセーブしたということで、それがねちょっとジョッキー聞いてもね、最後4コーナーからゴーサイン出してもいつもほど弾けなかったのはやっぱりそれが原因だろうと、まあ、それでもきっちり捕まえたんでね、これは収穫大の一戦ですと、まあね、まあ、笑顔でね語ってくれてましたけど、今後が楽しみですよね。そうですよね、連勝は8連勝で重賞5連勝という形になりました。スーパーバンタムの勝利でした。さあ金曜日どうなるでしょうか。番組表です。ご覧のレース全部に12競争行われますが、その中でも10、11と2レース展望してまいります。まずはメイン競争です。第11レース15夜特別3歳以上A2 クラスの一戦、1870メートル戦です。頭数9頭、瀬戸さんの印こうなりました。まあ、あの連勝中の馬もいるんですけれども、ここ本命は4番の七日窓かの方ですね、はい、そうですね、これ9頭立てですけどね、いいメンバーですね、これいいメンバーですよね、A2 クラスですけど、はい、まあ、あの笠松前走遠征して2着の、ね、七日窓か、その中でも、はい、うん、まあね、勝ち上がりで勢いのある馬も結構いるんですけどね、はい、まあ、ここは七日窓かですね、うん、まあ、やはり、まあ、この馬の実績もありますけど、前回ね笠松遠征でまあ、負けましたけどね、うん、勝った馬は佐賀の鳥栖大賞でね2着で、新西パースマイルサルファー、この辺を退けての2着ですから、うん、まあ、そこからねちょっとこう、まあ、騎乗計算になりますけども、うん、寸法を測ると、まあ、この七日窓かの前回2着は、ね、アウェーの競馬ですからね、はい、まあ、これはかなり評価していいだろうと、うんうん、2走前の大敗はねもうこれ馬場ですね。なるほど、もうああいう馬場はもう全く馬が前に進まないんで、ね、うんうん、もう競馬してませんからね、あれは気にしなくていいでしょう。まあ両馬場前提で考えればね、まあ、十分勝負になりますし、やっぱりこの秋はねまた牝馬の重賞へのチャレンジというのがね当然視野に入ってますしね、うん、はい、まあ、川原騎手最年長重賞制覇というのもね、はい、常にかかってますから ね、そういう意味ではここ前哨戦になるんでしょうけどね、まあ骨っぽいメンバーですが、うん、あ、まあね、ある意味こう、うん、腕試し前哨戦には持ってこいと見てね、うん、本命に期待しました。なるほど、それで4番七日窓かです。そして対抗に目下8連勝中、はい、兵庫では無敗を誇っているベストオブラック9番です。ね、うん、もうそんなね小賢しい理屈はどうでもいいともうね強いものは強いという感じで、はい、ベストオブラックがね、うん、まあ、あっさりという可能性はこれ十分すぎるほどあると思いますけど、うん、まあ、やはりね昇級でね、まあ、距離も伸びますんでね、はい、また今度は、うん、専用とは違った競馬になってきますんでね、一気に距離延長1870ですもんね、もちろん相手関係も違いますしね、うん、まあ、ある意味こう一つ正念場というかね、うん、ここあっさり勝てばね、はい、まあ、まあ1キロ増えても次も問題ないでしょう、うん、オープン入り間違いない、はい、まあ、先々はねオープンまで行く馬でしょうけどね、うん、逆転十分の対抗ですね。なるほど、はい、そして3番で評価黒三角が1番の電光ハピネスです、はい、まあ、重賞でも前線している馬ですね。そうなんですよね、着順だけ見るとねなんかこう3、4、5着とかちょっとこうもどかしいというかね、うん、その他の戦績も0、1、3、5とね勝ち星はなくてっていうね、どうなのっていう感じしなくもないんですけど、ね、言ってもここ3走重賞ですからね。そうですね、でね勝ち負けしてるとは言いませんけども、うん、いいとこまで来てるんですよね、うん、終わってみれば、うん、そうですね、密かに調子上がってますんでね、うん、これいいんでね、いい位置取って流れに乗れればね一角崩し、あるいはそれ以上ね期待できますね、はい、そして白三角1頭6番家計もこちらも安定感ありますよね、はい、そうですね、もう末脚が本当計算できるようになってきましたんでね、まあクラスは上がりますが、
まあね、エーシアンバル、ね、この辺といい勝負してるわけですから、うん、まあ、ここでもね操作はないでしょうね。はい、まあ、崩れないと言いますと8番のエーシアンバル、もう一頭印ですけども、はい、こちら昇級になりますが、まあ、ね、うん、やはり逃げたいんですけどね、いちごちゃんがね点早いんでね、うん、この辺の兼ね合いですよね。まあ、いちごちゃんには距離の不安があるんですけど、そうは言ってもね、鼻を主張してこられると控えざるを得ないと思うんで、うん、その時にどう対処するかですね、うん、なるほど。さあフォーカスです。振り受けての解明、二頭軸マルチという解明になりました。3連単4番9番軸で相手1番6番8番という形ですね。はい、発送時刻15夜特別7時55分です。もう一レース展望していただきましょう。3歳以上特別戦 B2 クラス 1400m 戦です。印こうなりました。本命8番のビケットですね。2着続きの馬、はい、追い切りも良かったようですけども、いかがですか。そうなんですね、まあ、休み明け、ね、2走して、うん、まあ、2着2着とね、まあ、ちょっとこう、まあね、まあ、勝てなかったという点ではね、うん、不満は不満なんですけど、まあ、変な言い方ですけど、まあ、この馬の指定席みたいなとこはあるんでね、はい、うん、まあ、いかにもこの馬らしいというかね、もちろん勝てる力も持ってますしね、うん、やっぱりこうリーディング厩舎ですからね、堀良平厩舎ですからね、ちょっともう2着は勘弁してよっていうところだと思うんですよ、うん、陣営にしてもね、まあ、ここ走りおごろの3走目ですからね、うん、頭数的にもさばきやすい9頭ここは奮起したいですね。何よりこう相手関係若干恵まれたかなという気がします。なるほど。そして対抗が5番のワンダークラッシーです。こちらも連帯を続けていて、ね、前走 C1 勝ってね、はい、昇級、ね、もうきっちりね、出るたびにもう全力投球できてる、そういう臨戦過程は非常に素晴らしいですよね。でここはねやっぱりこう逃げたいですね。はい、逃げればビケット相手でもね人は吹かす可能性はありますね。メンバー的にはいけそうです。全場5部に出ればね、いけると思うんですけどね、7番のイエローキャブとかがね、はい、時折スタート決まるとね、うん、早いんで、しかも最近逃げてないのはこれワンターン使ってるんでね、いけてませんけど、この距離ならね主張してくることはあるんでね、そうなった時どう、まあね、突っ張っていくか行かせるか、うん、ちょっと、ね、悩ましいところはありますけどね、はい、3番で評価黒三角3番大隅レイブですね、はい、これはね前回の鮮やかさを買ったんですけども、うん、ちょっとあまりに鮮やかだったんでね、うん、逆にこうちょっとこう全幅の信頼を寄せづらいというか、まぐれとは言いませんけども、はいはい、やっぱりねあまりに鮮やかすぎるとこう大丈夫かな、クラスも上がるしというところはあるんでね、本当に単穴ですね。ただまあ、はい、はまればねあの勝ちっぷりもう一丁あってもいいと思いますね、はい、そして白三角1投目7番イエローキャブ、先ほどもお話出ましたけど ね、はい、そうですね、800戦ではね今はもう本当ワンターンね強い馬いるんでね、うん、もう特化された馬がいますからね、はい、なかなか苦戦してますが、この距離ですんなりね鼻か番手という形ならまた粘りは違ってくるでしょうね、うん、そしてもう一頭9番ボルケーノペスカまで印が入ってますね、はい、まあ、この馬もね、うん、まだこうねちょっと戻りきってないのは間違いないんですが、うん、まあスタートですよね、ちょっと最近のレース見てるとね、うん、こうダッシュがもう一つなんですけどもね、まあ、そろそろ動いて天に動いていければね、まあ、このクラスで頭打つような馬ではないんでね、前回もその前もね、うん、まあ、道中もう一つですけど上がりは足伸ばしてきてるんでね、はい、もうちょっといいとこ取れればね、馬券の対象になるんじゃないでしょうかね。なるほど、これを踏まえてフォーカスです。買い目、馬連連軸の信頼で8番のビケットから相手3番5番7番9番となっています。10レース発走時刻7時20分となっています。まあ、その気ナイターも21周目に入ってね、はい、いよいよあともう5回ぐらいしかありませんので、そうですね、存分に楽しんでいきたいところです。この時間の解説は大阪スポーツ瀬戸晴人さんでした。どうもありがとうございました。どうも失礼しました。さあこの後も重賞続いていきます。来週は2つの重賞です。どうぞご期待ください。レース展望でした。